日本神奈川県横須賀市田浦田浦は、神奈川県横須賀市北部の行政区域。横須賀市田浦行政センターの担当区域に、該当する。所属する地域は、田浦泉町、田浦大作町、田浦町、田浦港町、長浦,浦町、箱崎町、船越町、港が、丘の八丁域。北部は、追浜地域、東部は、東京湾、西部は市、逗子。 南部はいつみ地域に面する。市役所のある横須賀中央駅周辺からは約4キロメートル離れている。この地域は幕末の1866年に作られた横須賀造船所や明治政府が横須賀鎮守府を設置したあたりから賑わうようになり、戦前は軍と横須賀の一地域として発展した。現在も海上自衛隊や在日米軍の施設などが複数所在する。 また、戦後は、東京、横浜のベッドタウンとしても発展した。田浦は、山が海に迫り、平地が狭い地域である。その平地部分を、東京、横浜方面と横須賀中央など、三浦半島各地を連絡するための横須賀線や、京急本線、国道16号が横切る。その幹線付近に、元からの市街地があったか、やがて人口増加などの影響で、 宿や山腹まで住宅地が広がった。名所としては、田浦りにや、軍関係の施設がある。京急田浦駅前荒井堀割船越地区、自衛艦隊司令部前に接岸中の護衛艦、船越中通り、階級海軍軍事部長裏倉庫。ありがとうございます。